皆さんこんにちは。 GCN ショーへようこそ。皆さん自転車走ってますか？僕はですね結構乗ってます。それでですね何かイベントに出ようと思ってるんですけども、そのモチベーションを保つのにですねいろいろ機材を交換したりとかしてるんですけれども、10回目の GCN ショーで僕はタイヤをゲットしたんですけども、それも使ってめちゃめちゃ調子が良くて気に入ってるんですけども、なんと今回はこれワッフーの、ボルトとこれですね心拍バンドをゲットしました。これでですね、モチベーションを上げてなんかイベントに出ようと思ってるんですけども、早速ね今回はねこれを巻いてこんな感じかな。やっぱりフィット感はいいですね。はい、今回はこれで僕の心拍数をレースみたいな感じでリアルタイムで表示させながらショーをやりたいと思います。違うでしょ、ヒロさん。あ、これ違います？絶対位置間違えてるから、それここじゃないですか。あ、わかりました。違うね、これ腕みたいですね。腕みたいです。ちょっと待ってください。よし、はい、お待たせしました。こんな感じですね。こんな感じで使えるみたいなんですけれども、すいません、ちょっとですね時間かかったのは腕毛を剃ってたんですね。やっぱりもじゃもじゃの腕じゃやっぱりワッフーに失礼ですし、やっぱりエアロダイナミクス的に良くないので、なんだ国広鈴木自転車乗ってるのにエアロじゃないじゃんって思われたくないんでちょっと剃ってきました。こんな感じでですね、ちょっと冒頭が長くなってしまったんですけれども始めたいと思います。今回のテーマは、先ほど冒頭でもお話したんですけれども、イベントについてですね、皆さんイベントにこれから出ましょうっていうところなんですけれども、皆さん自転車のシーズンっていつだと思いますか？春をイメージする人が多いと思うんですけれども、実はですねこれからなんですよ。イベントが出てるサイトをチェックしたんですよ。そしたらですね、春の、4月5月6月7月の4ヶ月のイベントの数よりも実は9月10月の2ヶ月のイベントの数の方が多いんですよ。どんなイベントがあるかっていうと大きく分けて4つあるんですよ。まず1つ目ですね、グルメライド、いろんな地方のね景色のいいところ、食べ物とかをですね楽しみながら仲間と一緒にサイクリングをするイベントですね。はい、これはですね制限時間とかもあんまり、決まってないというか結構緩くて、別にゆっくりも走れるし、喋りながらとかね景色を楽しみながら景色をですね楽しみながら、走れるイベントとなってます。これはもう初心者のあなたでも、もちろん最初から参加することができますので、初心者の人はそれに挑戦してみてください。2番目はヒルクライムです。これはですね走る時間はだいたい 1,2 時間ぐらいなんですけれども、全国のですねいろんな山の中を走ることができます。そしてですね集団走行、初心者だとちょっと怖かったり苦手だったりする集団走行をあまりしなくてもいいっていうところで、景色の綺麗さ、そして達成感、登った後の景色の達成感、そして、自分への挑戦とかね、毎年自分のタイムを見たりとかっていう、なんか自分の目標を作ったりとかしたりすることができるイベントです。で、参加人数も数千人とか、人気のある大会だと1万人とかですよね。参加する大会なので、一番人気のイベントです。これは初心者から中級者、さらには、トップカテゴリーなんかだと上級者の人も楽しめる、面白いイベントですね。はい、そして3番目、これはエンデューロです。これは、いろんなサーキット内を2時間とか4時間とか6時間かけて走るイベントです。で、ヒルクライムと違うのはチーム戦ができるっていうところですね。ヒルクライムですと個人個人で一人一人走って自分のタイムを見るような感じになるんですけれども、エンデューロは仲間で4人とか6人とか10人とかで交代しながらその長い距離を走ったりとかするイベントです。いつも走ってるクラブチームとか仲間とかとチームを組んで一緒に参加して
応援したりとかして楽しめるイベントで、ただこの場合ですとちょっとした集団走行になりますので少しの練習が必要になります。ということで難易度は3になるんですけれども、とても面白いイベントです。4番目はレースです。これはですね、普段走行会とか仲間とですね、レースの練習をしているような人たちが参加するイベントになります。ただしですね、これは集団走行が基本となりますので、普段からですね、そういう集団走行の練習をしたりする人が、基本的に出るレースイベントになってます。でですね、これはですね、レースの駆け引きとかですね、そういう楽しみ方ができますので上級者にはおすすめです。その走る以外のイベントですと、10月にですね、ジャパンカップっていう宇都宮で行われるプロのロードレースがあるんですよ。ですのでそれに行くことでプロの機材、プロ選手の走りとかオーラとかですね、かっこよさっていうのを間近で見れますので、ぜひですね、興味のある人は行ってみてください。そしてですね、もう一つ、今ドイちゃんが行ってるドイツで行われているユーロバイクっていうのがあるんですけども、これは自転車の展示会ですね。でそれに似たのが、11月に、あります。日本でありますサイクルモードっていうんですけども、それはですね、各社の新製品、試乗ができたりとかありますので、このようなイベントが、走るだけじゃなくて見たりとかレースを見たり、商品を見たりってするイベントがこれから、盛りだくさん増えていきますので、これから始まる最高の自転車シーズンを一緒に楽しんでいきましょう。ワッフー、テックオブザウィーク。これはですね、今ドイちゃんが言ってるユーロバイクで見つけてきた、面白いサドルなんですけども、フィジークのなんとパッドがですね 3D プリンターで作られてるサドルになります。とても軽量で、実はクッション性もすごいいいみたいなんですけども、結構気になりますね、はい、あとですね、もう一点、これは個人的に欲しいサドルなんですけども、フィジークの新しいやつでショートノーズのサドル、先端がバチッと切られてるやつですね。このベントアルゴ、テンポアルゴっていうモデルになるんですけども、ショートノーズサドルがフィジークから出ましたと。で、なんでショートノーズサドルが出てきたかっていうと、最初はですね、トライアスロンとか前傾姿勢が強いポジションを取る自転車用に作られたんですけども、それがプロのタイムトライアルのレースで使われるようになって、なんだこれいいじゃんっていうのでロードに流用する人が出てきたんですね。でその後から調べてみると、太ももが擦れなくなったりとかするで、体のパフォーマンスが上がるっていうメリットが分かって、ロードにも今どんどん普及してってるんですけども、なんとそれがもうサドルの、なんていうんですかね、サドルといったらフィジークじゃないですけども、そこのフィジークから出るっていうことで、僕も使ってみたいと思います。レースニュース、ブエルタ・スパニアやってますけれども、第13ステージ 26% の激坂があるステージで、なんと UAE チームエミレーツのタデイ・ポガチャル選手が今大会2勝目を挙げました。おめでとうございますと、それでですね、唯一一緒に行けた、選手が、ログリッチですね。実はですね、ログリッチ選手はそのまま総合首位を守って、ですね、ライバルたちを引き離すことに成功しました。そして第14ステージですね、第14ステージは平坦のコースで、残り1キロでなんと落車が発生、総合首位のログリッチ選手、その他総合上位陣を巻き込む、クラッシュになってしまったんですけれども、まあ、大事には至らず、一応今は走れています。そして、そのゴール手前の、500m のちょっとした上り坂で、3人が先行して、ですね、ボーラ・ハンスグローエの、サム・ベネット選手がステージ優勝ということで、平坦ステージを終えました。総合に変動はなしです。そして第15ステージ、ユンボビスマのセップクスが、グランツール初優勝ということで、おめでとうございました。そして優勝争いはログリッチとバルベルデのタイム差は変わらず、
そしてポガチャルとロペス、キンタナを離すことに成功しています。ログリッチとキンタナの差は、5分に広がりました。今後もですね、激しい戦いが続いていきますので、ぜひですね GCL のハイライトをチェックしてください。コメントオブザウィーク、このコーナーは僕たちの動画についたコメントを紹介していくコーナーです。コメント1、難しそうだと思ってたけどこれは分かりやすい、説明うまいっすね、ありがとうございます。これは僕のスプロケット交換の動画についてるコメントです。なるべくですね簡単に分かりやすく説明しようと思ってます。これから動画はどんどん良くなるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあコメント2、今回の登場オープニング土井さんらしさが出てるようで良かったです。ユーロバイクの動画ですね、見ましたか、あれ、見てない方はチェックしてください。土井ちゃんが下からビョーンと出てきて、あれスタート、動画をスタートしてから、あれ土井ちゃんどこにいんのと思ったら下から出てくるってやつですね。見てない方はぜひチェックしてください。今週のチャンネルラインナップは、まずブエルタエスパーニアのハイライトが毎日更新されます。これはチェックをしてください。そして木曜日、まだ内容はちょっと決まっていないんですけれども、テック系の動画を上げようと思います。そして、土曜日は国内プロ選手のバイク紹介です。皆さんの参考になると思います。そして日曜日は土井ちゃんの How to ビデオ、上りでミスしてしまうこと、 How to じゃないかなこれ、まあチェックしてください。そして月曜日は土井ちゃんが言ってるユーロバイクのビデオです。そして火曜日は14回目の GCN ジャパンショーがあります。次回はですね、多分土井ちゃんもここにいるかと思いますっていう感じで、今回の GCN ショーいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。これからですね、まあ2回目になるんですけども、イベントが盛りだくさんありますので、僕もそのイベントになるべく出ますので、皆さんできたら一緒に走りましょう。それではですね、ここまで見ていただきありがとうございました。そしてですね、GCN のチャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、その動画の下にですね、ベルのアイコンがありますので、そちらもクリックしてください。そのクリックすることによって、僕たちの動画が上がるたびに、通知が行くようになります。そしてそれは僕たちのチャンネルをサポートすることになりますので、ぜひよろしくお願いします。そして僕の着ているかっこいい GCN の T シャツですね、今回は綺麗にして、準備しましたので、ぜひ購入してください。そんな感じですね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。